プラットホーム湖線橋より、駅名標ナルト駅は、徳島県ナルト市むや町国足島前浜にある、四国旅客鉄道ナルト線の駅で、同線の終着駅である。駅番号は、N10。駅表示パネルのコメントは、渦潮とナルト金時芋の駅。徳島県では最北端の駅である。高徳線の和は大宮駅とはほぼ同意度だが、当駅がわずかながら、北に位置している。 島式一面二線の地上駅。構造上東側にしか出られないが、駅北側にある通路によって、西側と結ばれている。駅舎は、コンクリート平屋である。テナントスペースにかつては旅行センターがあったが、緑の窓口が入れ替わりで設置されたため現在は、閉鎖され、現在は観光案内所となっている。かつてはキヨスクがあったが、二0 1年三月十一日を、もって、 営業終了している。水産物を中心とした貨物営業が行われていたが民営化前に廃止されている。平日朝に池谷駅までノンストップの列車が設定されている。直営駅だが、当駅は徳島駅の非管理駅となっているため、駅長はいない。当駅のイベントは徳島駅長が出席する。出刷、収札業務、改札業務のほか 駅の清掃などの作業も行っている。以前は駅窓口に緑の窓口、マルスが設置されていた。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。ありがとうございます。